お前やってやるよ俺が、いいっすね、お、いやおぉ、喧嘩しまったねんだ俺、やるよやるよ、スタイになりそうな新しい顔ですね、うん、はい、ということで、9月1日に迫ったブレイキングダウンの対戦カード発表していこうと思います。今日ですね、リクト君が来る予定だったんですけど、先ほどなんか練習であばらががっつり折れてしまったので病院に行ってきますということで、代わりに弟とあのインフォーマー撮影があったんで弟に出てもらってます。で、あのリクト君は結果的には何にも異常がなかったということで詐欺でした、はい、リクト君困るな、はい、今大会の会場はですね、前回大会に続いて、アリーナ立川ということで、2000人以上の収容ができて2階席もあるんで試合が見やすいんで、まあ、皆さんぜひね、会場チケットは本日より一般販売を開始してます。前列の VVIP チケットは前日記者会見への参加券だったり会場のバックヤードツアーにご招待されるということです。今大会から花道エリアのチケットも一般販売しています。選手の入場を本当に間近で見ることができる席なんで、あと入場のみ撮影 OK ということのシートになりますんで、ぜひチェックしてみてください。で、いつも通りなんですけど、5試合目まで朝倉みくりチャンネルで無料配信、第6試合目以降はペーパービューチケットでご覧いただけます。お得な前売りチケットも販売してますんで、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。じゃあそれでは早速試合発表をしていきましょう。1試合目、無差別級で、いじめられっ子企画の3人対、ウリタ純氏、タカ AKA 悪魔王子の試合で3対2ですね、はい、これ同時に3対2ってことだよね。そうだね、一斉に5人入って戦うってことだね。そうだね。おお、すごいなこれは。まあちょっとこのいじめられっ子の子たちもね、結構反響が大きかったんで、まあ試合までに僕が何回かね練習 JTT の方を呼んでしていこうかなと思います。なんか真ん中の子はね、試合出たことあるとかなんとか情報回ってきたんですけど、まあなんかそう簡単にね克服できるもんでもないと思うし、ウリタさんと悪魔王子さんって不良中の不良でしたから一番怖いよね、うん、出会う世界線なかったと思うんだよね。そこにプラスこの初めての2000人満員っていう中で試合すること自体が本当に勇気いることなんで、まあそういうのも含めてなんか皆さん感じ取ってもらえたらなと思います。まあでも同じ境遇のなんかね子とかもかなり多いと思うから、うん、なんかこの3人が頑張ることですごい勇気を届けると思うからね、うん、なんかその辺の思いをなんか持ちながら戦ってほしいですね。2試合目、キックルール、野田葵 VS 直樹。この直樹っていう人はね、すごいスター性がありましたね。施設育ち で格闘技歴がないっていうのの中でいきなり西島くん倒して、次 K1 元チャンピオンでしたっけ、野田選手って K1 甲子園チャンピオンね。ここで倒したらもう本当スターですよ、井原くんの次のスターみたいな。しかも喋りとかも結構すごかったから、うん、もうなんかベテラン選手の人気選手みたいな立ち回りしててこれは結構来るんじゃないかなと思ってます。まさにブレイキングダウンのコンセプトになってますね。なんかブレイキングダウンのやつらプロばっかりになったって言ってましたけど、それを倒していくのがやっぱブレイキングダウンの面白さだと思うから、ここで勝つようなことがあったら本当顔になりますね。勝ったら井原くんみたいなポジションに行くよね、完全にね、うん、まあ楽しみですね。まあ野田選手は普通に強いんで、うん、で3試合目、徳田博士 VS 歳三。これもね面白い選手でね、めちゃめちゃフルスイングで、セコンドの女の人がまたいい味出してて一番目立ってましたから当日も来るって言ってましたからね。なんかよくわかんない関係ですけど、で歳三っていうことで相手がもうすごいうるさい戦いになりそうですね。歳三も後がないですからね、ここで負けてたらね、まずいから頑張るんじゃないですか、うんうん、普通にいいカード、新しい顔と、うん、まあベテラン選手の対決です。続きまして4試合目、西垣隆二 VS サイキング。サイキング選手はもうオーディション 3,4 回連続で試合してんじゃないのかな、オーディションの中ではね。吉木丸くんと延長、再延長ぐらいまで行って、でもそれでも分かんないぐらい強いんですよね。
ドローだったでしょ確か、うんうん、結局ドローだったんだよね、うん、だから相当強くて、で、あの地下格チャンピオンなんですよ、もともと実力的にそのバンタム級トーナメントに入り込んでくるよねっていう選手ですね、うん、吉木丸くんがやっぱ今勝ち上がってる中で、だから普通に井原くんとかその辺と戦っても遜色ない強さだと思うんで、うん、まあ、それに対してあの愛妻家のね彼が、あ、そっか、そうだったね、そうそうそう、不倫男、あの子も同じ団体の地下格のチャンピオンだったから、うん、それを倒してるんで、まあ面白い試合になりそうですね。ハイレベルだねこの2人は、はい、続きまして5試合目、無料配信ラストの戦いですけど、翔也 VS 溝口裕二ということで来た親子対決がね憎しみの親子対決がいや良かったな、あの翔也、めちゃくちゃ良かったな、これすごい見る目ありますね、やっぱりその、うん、嫌いっていう時点でやっぱ見る目あるなっていうそこまた始まりましたよ、溝口さんマイナスブランディングいやー素晴らしい、桜美久はきっと溝口さんのこと嫌いなんだろうねっていうコメントがいっぱい来るんだけど、あいや、愛じゃないですか、すごい見る目あるなと思って、やっぱなんか溝口さんを嫌いな人って一定数いるんですよ、なんでかわかんないけど、もう生物的にみたいな、生理的にみたいな人がいて、その代表格なんで、勝つような子だったらめちゃめちゃ面白いですけどね。で俺多分ね、こいつめっちゃ好きなんだと思う、あの溝口さんのことなんか詳しいし、めちゃくちゃ、いや相当嫌いだと思うよそっち、はい、俺多分好きだと思うんだよな、めちゃめちゃ嫌いだと思うし、しかも頭いいんだよね、この立ち回りと喋りもできて、うん、溝口さんがなんかいつの間にか操られてたもんねなんかプロデューサー逆転してるみたいな、あいつが場を回してた瞬間があったじゃないですか、うん、で溝口さんはなんか取れ高をなんか気にしてなくて、今の面白いとかずっと言ってたんですけど、こいつちゃんと客観視を持ってますよ、うん、面白いですよこいつ、だからもう翔也応援ですね俺は、ね、強ければいいんだけどな、これで強かったら本当に面白いですね頑張って練習 してきてほしいですね、これちょっと、うん、ここから有料に切り替わります、日健くん VS、超住人2期ブルー20倍海王権ということで名前がどんどん変わってくな、はい、この2人ガチで喧嘩してますね、まあ、お互いに言い分あるんでしょうけど、まあ、オーディションの通りリングで戦ってもらってっていうところと、まあ、住人2期はね初めての衝撃的なデビューがあの棒立ちで失神したさせられた相手だと思うんで、こんだけ時を経て、まあ、結構強くなった12日がどのぐらいの実力の差が埋まったのかっていう、うん、そういう試合になると思うんで、まあ、それも含めて子さんの方々は面白い試合なんじゃないかなと思ってます。で続きまして7試合目、ベアヌックルルールを初めてのブレイキングダウンでやることになりました、大勢 VS メカ君。いやこの大勢ってこう格闘技なんかやったことないって言ってたけど打たれ強すぎでしょだってオーディションで思いっきり殴られてたもんね、うん、これなんかブレイキングダウンのね新しい顔になりそうな子出てきたなと思って、うん、ちょっと飛んでる感じのね、でメガ君にはまあ一応勝ってるんで、だけどまあもう一度ベアナックルでやろうということで、面白いなんか刺激中毒者みたいな感じの雰囲気あるよね、うん、そういう感じだね、うん、ベアナックル、まあ、ライジンとかでも盛り上がってるんで、あっケビョウニキ来た来たやっと来たケビオニキ来た、じゃあ履いてもらって途中から大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、ケビオニキ来たよじゃあリクト君一緒に参加してもらってちょっとやっぱリクト君いないとなんか盛り上げ割に欠けるんでやりづらそうな感じでケビオニキ来ました、ケビオニキ来ちゃって、やってきましたありがとうございますすいません遅れました、そろそろ帰ろうかな、オッケーオッケー、お疲れ、お疲れ、これ財布がないな、え、あれ俺の財布知らない、知らん、てかシルクゾリッチ使ってんのそれは使うでしょいやいやそれは使うでしょマジで、うん、こっそりこっそりね、やっぱ気になっちゃうよね、やっぱりこれどう、実際香りがいいね、やっぱでしょ、うん、新しい黒バージョンも出て、男性はこっちの方がいいんですよ、マジこれ何が違うのこっちと、スカルプ成分が入ってて、まあ頭皮がスッキリするのと、うん、ちょっと香りが違う、おお、うん、え、もらっていいのこれ、うん、男はやっぱ黒の方がいいかなと俺は思って、まあ両方使ってみていい方、ありがとう、継続的に、じゃあぜひね概要欄の方をチェックしてください、皆さんお願いします、ちょっと疲れ、お疲れ、財布なかった、財布はねもういいや、ない
疲れ疲れ疲れ。前回大会でも、すごい宣伝させてもらったシルク・ザ・リッチなんですけど、継続率驚異の 96% ということで、売り切れ続出になってます。香りがね、本当に良くて、で泡立ちもいいし、髪の毛がツヤツヤになるということで、金髪の僕でもね、結構サラサラにしてくれます。今ならオンライン先着3000名限定ということで、ブレイキングダウン選手のオリジナルシールがプレゼントされるということです。さらにですね、9月から全国のドン・キホーテでシルク・ザ・リッチの限定セットが、発売決定ということです。詳細は概要欄、コメント欄のリンクからぜひお買い求めください。で、続きまして8試合目ライト級トーナメント準決勝2試合やって、この日にチャンピオンは決まるんですね。なるほど。はい。だから1日2試合やります、勝者は。うーん。私はね、なお、VS 立つということで、このね、新しいニュースターなおと。うん。で、立つ選手も一応無敗ということで、で、前回、外平王くんに一撃で倒してますから。そうだよな。確かに。結構この2人、めちゃめちゃパワー、あるタイプだから、どちらかつか分かんないよね。いや、分かんない。本当に分かんないし。ナオくんのセンスやばくないですか、ね、やばすぎる。まだ1年とかでしょ。まだ1年で、ミスター本で通して。うん、だって、その、最初に来てたのが、4ヶ月ぐらいみたいな時に JTT に来てたじゃないですか。うん、そうそうそう。で、結構来てくれたね。その時だって全然まだ弱かったっすもんね。うん、でそっからどん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 成長して。おかしい。成長スピードがおかしい。いや、おかしいですよ。ほんまに強くない、うん、うん、強いね。多分、うん。間違いない。ほんまに発揮できるタイプ。うん、もうこの2人どちらかつか分かんないけど、分かんないな、相当強いと思いますよ。立つ選手はハードパンチャーですもんね。めちゃくちゃ立つ選手もほぼ KO 勝ちしてるんでね、うん、だから2人の試合また追ってもらいたいけど、楽しみです、うん、はい。で、続きまして9試合目山本隆弘 VS 優良、まあ、この試合も結構分かんない試合だけどね。そうだね、ハードパンチャー同士で。だって山本さんはね、ボクシング 東洋太平洋チャンピオンで、うん、東洋ね、うん、まあ、ユーラ君がパンチだけではいかないと思うけど、うん、そうやね、まあ、ユーラ君なんてもう本当プロだからね。ガチのもうキックボクシングのトップの方に来たんじゃない、もう、うん、ライズでも確かランカー入ってんたんじゃないかな、あ、うん、入ってね、ランキング、うん、だからプロ志望で一番そのトップを目指してるのはユーラ君だと思うんですよね、うん、この中で。例えばライジンとかに行ける器というかさ、はい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 、チャンピオンになってそっち側を目指したりとか、うん、まあ、JTT にも東京にもすぐ来るんでね。あ、そうなんや。ユーレ君はブレイキングダウンと契約してますから。あ、そっかそっか。なんでまあ、ライジンとかに出て、総合もやってもらって、だから秋元君とか安井君とかさ、あの辺が今、うん、無敗で頑張ってるから。明るいですね。明るいですね。未来の MMA も。いやー、すごいな。うん、負けてられませんね。僕らも本当におじさんずも頑張ろうね。おじさんずおじさんずですよね。ケビオちゃんおじさんずよ。ケビオちゃんってなっちゃった。痛い。はい。続きまして10試合目と11試合目は馬キ企画ですね。沖縄のもうこの子イケメンだったね。なんか花ってね、うん。沖縄ってなんかちょっとなんか違い封建的な感じあるじゃん。わ、うん、かんないけど、うん、そういうそこでなんか言わせてるんじゃないのこの子が。なんか東京リベンジャーズっぽかったよね。ああそうなんや、うん、まあ、ただ相手がね吉木丸くんということで、いや強いですから、うん、いや強いよな吉木丸、まあ、負けるイメージがあんまね今。でもこれにもし勝ったらいきなりバンタム級戦線入りますからね。トップ戦線入るよね、うん、吉木丸に勝ったら。馬キ企画ってさ、うん、あのジュキヤ君だっけ、うんうんうん、めっちゃ強かったじゃん。いや、バケモンあれだからマジで分かんないよね。この新しい2人もすごかったじゃん、なんか映像では。あ、そのなんか幻想みたいなのが試合の会場でようやく見るっていうのは楽しみだ。楽しみだね。幻想抱かしてくれるのいいね。本物かみたいなさ、うんうんうん、まあね、弱いやつをあんな風にプッシュできないですから ね、まあ、周りも恥ずかしいですもんね。それでなんかめっちゃ弱かったら、うんうん、それは間違いない。だからある程度のね実力はやっぱあるんじゃないですか。で、続きまして11試合目ジェイ・タロー VS 赤パンニキと。うわこれやばそう、やばい試合になりそう。この子もすごかったよね。あのビッグスリーがなんか何キロ300超えてるんでしょ。ああ全部で600すげえ体してたもんな。ビッグスリー600ってやばくない。やばい、バケモン、
だから多分スタミナとかないと思うんだよね。でもでも1分だからね。そう1分のそのパワーとかやばそうだよ、本当に。当たったら倒れるでしょうね、絶対に。赤パン2機も強いからね。かなり強いよ、この子も。めちゃめちゃ強い。パンチの回転も速いし、拳も硬そうだしね。マキさんに勝ってるからね。村田親子でね、なんか全然似てないですよね。なんか漫画みたいなのみたいな。白ひげのあの偽物の白ひげを連れてるおばあちゃんかな。ウィーブの。ウィーブの。あの感じですよね。似てなさすぎて。でかいんだよな。この試合本当楽しみです、僕、はい、顔結構いい顔してたんですよ、源太郎っていう子が。負けん気のありそうだね。続きまして12試合目、はい、バンタム級リキ VS 村田さんの登場です。ここで お父さんの登場ですか。連続になっちゃう。連続ですね。はあ、はい、これは粋な計らいですね。それはでリキ君は負けなしなんですよね。うん、前回ヨーディに勝ってますから、で村田さんがまあ本当にめちゃめちゃ延長の末吉木丸君に負けたっていう。惜しかったなあの試合も。もうこの試合もめちゃめちゃ面白いことになるでしょうね。うん、この試合は本当殴り合い必須ですね。うん、確実に、うん。まあ説明はいらないぐらい面白いでしょってことで。はい。はい、うん、続きまして13試合目、うん、サキ VS ヨーディ。この試合も面白そう。ね。うん、サキ君が結構いい感じですね。あの子。試合も面白いし。面白い。ね、カンジ君に勝ったからね前回。うんうん、この二人なんか雰囲気似てないですか。なんかタイプというか、なんかちょっとこう行っちゃってる感じのね。行っちゃってる感じが、わかるわかる。今回のオーディションで一番最初に喧嘩になったもんね。スタート開始5秒後で登竜門とかの場所関係なくしたもんね。面白いなこの2人。ヨーディもいいキャラしてますからね。うん、面白い試合になるでしょう。うん、で続きまして14試合目、金森雄大 VS 外へぼひろと。金森君は、喧嘩自慢負けなしの男ですね。うん、豊橋のあの子に勝ったもんね。ベニシウスだっけ。うん、はい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 、はい、いやめちゃ強いこの子。めちゃめちゃ強いこの子は、うん、この子ハードパンチャーでね、うん、打ち合いがすごい強い。うん、外へぼ君は前回は負けたもののまあ強いですからね。強い、うん、これすっごい面白い試合になりそう。あと外へぼ君の試合は全部面白いんですよ。間違いない面白い間違いない。やるかやられるかみたいな試合するんで、うん、生き残りをかけた戦いみたいな感じなのかな。外山くんちょっと負けたらきついなっていう。なんか波があるよね外山くん。いい時と悪い時なんか。そうだね。誰にでも勝つ可能性あるし、誰にでも負ける可能性あるみたいな。思い切りがいいからなのか。まあでも面白い試合になりますねこれは。間違いなく。うん、で続きまして15試合目出ました。めちゃめちゃ強かった馬キ企画のジュキア。来ました。バーサスヒロミカワということで。わあ。これすごいじゃん。さんか。前回弟がやられてますから。なるほど。うん。それの帰り討ちと言いますか。そうですね。気合入ってたな。なるほどな。ヒロさん。ヒロさんの花がすごいんだよな、ね、やっぱり。間違いない。価格のトップだったもんね。うん。うん。やっぱ観客もやっぱすごいし、連れてくるし、うん。いつも試合盛り上がるもんね。テル君との試合とかもすごかったけどさ。でもなんかその盛り上げるだけじゃなくて、ちゃんと試合巧者なんよね、やっぱりヒロさん。そう。頭いいんですよね。そうだね。ちゃんとポイントを取るような戦い方をするから。戦略立ててるんですよ、なんか、なのか、なんかその、やっぱ喧嘩慣れしてて、うん、なんか対応力が。臨機応変ね。高いのか。確かに。いつもうまいんですよね。間違いない。ジュキア君がどうするかやね。イケイケやったからね、前の試合。一言も喋らないけど、あのシャドウ見て吹いたもんな、俺。強くね。強いんかい言うて入場のいや試合後インタビュー一番気まずいなこの人。全く喋らんが俺絶対弱いと思ってたよ。バキ企画の時オーディションの時こいつ絶対弱いやつ連れてきたやん。本末転倒やん。それテル君絶対弱いやつ連れてきたやんって、うん、ちょっと真逆でしたね。ほんまに分かんないもんですね。で続きまして16試合目、これはすごいですよ、はい、アウトサイダーチャンピオン対決ということで、うん、マク大輔 VS ケイノスケ。これですよこれ。これ俺一番楽しみな試合なんですよ。楽しいですね。だって俺たちがアウトサイダーいた時のチャンピオン、うん、いやそれなほんまに、うん、アウトサイダーは全盛期よ本当に。全盛期の時の65キロのチャンピオンと70キロのチャンピオンが一回も戦ってないんで。作り上げたのはこの二人でしたからね、うん、アウトサイダーを、うん、しかも MMA 無制限。無制限です。はあ。あでもマックさんって結構テイクダウンしてパウンドみたいなタイプなんだよね。ケンスケさんは下から三角とかできるから、うん、ただこのブレイキングダウンルールだとね、三角締めとか10秒ルールだと難しいよ。難しいね。10秒ルールに なっちゃうんだこれ。でもそのなしの面白そうだけど、ね、なしでもいいかもね、1分だったらね。あら
無制限、無制限、本当の無制限で。そうだから1分無制限だから、うん、10秒じゃない方が面白そうな感じするけど、ね、あ、なるほど、まあ、それはそれで面白いかもね、実力ある同士だから、うん、それが良ければ2人が注意しましょう、確かに、まあ、もともと3分とか5分でやってる選手たちだから、うん、どっちでもいいんじゃない、それは感慨深いですね。でも、うん、俺たちが、ね、アウトサイド出た時にチャンピオンだった2人がさ、こうしてブレイキングダウンで戦ってもらえるなんてね、ありがたいことですよ本当に。でここで休憩入りまして、5試合対抗戦が入ります。日米対抗戦ということで、ブレイキングダウン総力メンバーでいきます。ほう、井原亮太郎、川島優太、細川一佐、サトル、ホーランの。いやいいっすね。これ負けたらもうダメでしょって、もうブレイキングダウンの負けでしょっていうメンバー選んだんで、うん、なるほど、あ、危ないっすけどね。でも一試合だって、もう一発目からチャンピオンが出てくるわけやもんね、バンタムの、うん、でなんか、うん、全員 MMA がいいっていうことだったんですけど、ほう、まあ、キックルールの方が面白いでしょっていうことで、うん、まあ、ほぼ全員キックルールなんだけど、うん、井原くんだけは別に MMA でもいいよってことで、はあ、井原くんだけ MMA で受けましたんで、やっぱあの子クレイジーやな、クレイジーですね、井原くん男気あるよな、ね、なんかいいよな、めっちゃ MMA できんのかな、井原くん。いや、できないでしょ、あんまり。本当大丈夫だもん。いや、でも結構テイクダウンディフェンス強かったよ、お前やっぱ。え、マジで、やってんや、じゃあ MMA テイクダウン入りづらい構えはしてるじゃん、遠くて。なるほどね。まあ、どうなるか分かんないですけど、でも井原くんもうずっと結果出してきてるからね、うん、全試合勝ってるじゃん、うん、ここもぜひ勝ってほしいな、対抗戦。もう一発目ですからね、チャンピオンが一発目 な,、ね、なんで。ポーランドさんの相手とかやばかったけどね。あのなんかボクシングのチャンピオンなんかの、そもそも。は？なんかどっかの。いやいや。全米のチャンピオン。全米のチャンピオン。違う違う違う。チートっすよそれ。大丈夫っすよ。いやいや、ちょっと待って。危ないでしょこれ。マジで。で細川くんとかも今全勝中なんですけど、うん、まあ、相手がもしかしたら変更される可能性あるということで。ああ、そうなんや。まあ本当にあっちも多分ね、プライドにかけて来ると思うので。日米対抗戦ということですね、うん、はい、超楽しみだなこれ。最後に、ライト級トーナメント決勝戦ということで、いやー誰が優勝するんやな。1日2試合か。大変。ちなみに誰やと思う、優勝候補。俺、うん、優楽。はあ、やっぱりか。深井君は。いやー、どうすかね。俺は直君優勝しちゃうんじゃないかなと思ってる。ほんまになんか全部持っていっちゃうんじゃないかなって。なんだかんだすごいけどね、マジで。いや、それすごいよな、トーナメント、うん、チャンピオンだったら。てかその日本は国を挙げてあの人をスターにした方がいい。そういうレベルで1年でさ全員倒してる。間違いない、マジで。確かにね、負け惜しいな。これはもうブレイキングダウン契約した方がいいよね、うん、そしたら本当にね、絶対に、絶対に契約した、間違いない。まあ今回もね、面白いカードをたくさん組めたんじゃないかな、うん、はい、うん、で前回も会場もやばかったんで、超満員だったんで、うん、一緒にね盛り上げていただけたらなと思いますので、はい、皆さんぜひ見に来てください。お願いします。はい。でですね、ブレイキングダウンのパンチングマシーン、全国のゲームセンター、ギーゴ、170店舗以上で、絶賛稼働中ということで、累計40万回を超えたということで。すごい。そこ。すごくない？プレイ数。マジで、うん、めちゃめちゃ殴ってくれてるってことです。ありがたい。ストレス溜まってる人多いんじゃない？で全国ランキングサイトに登録するとブレイキングダウンのオーディションに逆に呼ばれる可能性もあるので、あ、ひょっとしたらね、オーディション参加の一番の近道かもしれないということで、うん、ぜひお近くのギーコで挑戦してみてください。ブレイキングダウン13の会場チケットを販売してます。今大会の最前列 VVIP 席購入者は、前日記者会見へご招待します。緊張感あふれる記者会見を生でお楽しみいただけます。その他にもバックヤードツアー参加券やケージ内撮影など魅力的な特典がついているので、ぜひご購入お願いします。そして今大会は花道サイドの座席も一般開放するということで、花道サイドの座席は選手の入場を見ることができたり、あと入場シーンの撮影が OK ということです。皆さん概要欄の方とあとコメント欄の方、チェックお願いします。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブでは、オーディションの未公開映像や過去大会の全ての試合映像などアプリでしか見られないコンテンツを配信。さらにアプリ VIP プランに入るとペーパービューチケット、会場チケットがどこよりもお得に。アプリのダウンロードは概要欄から。
ブレイキングダウンとギーゴが共同開発したパンチングマシン、ブレイキングダウンハードパンチャーアーケードが全国のギーゴおよそ170店舗でリリース中。パンチ力測定モードにてパンチ力を全国ランキングに登録すると、次回のブレイキングダウンオーディションへの参加権が得られるかも。そして選手と対戦できる VS ファイターモードでは、ミスターブレイキングダウンこと川島雄太、アンポルキアのマナベシことジョリーが登場しています。ぜひお近くのギーゴでお楽しみください。ブレイキングダウン13も一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意していますので、まずは資料からでも概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウンでは大会を盛り上げるボランティアや正社員の方を募集しています。大会での活動を通じて大会の舞台裏側を体験するとともに、参加者との交流を深める絶好の機会です。ぜひこの機会にご応募ください。詳細は概要欄のリンクからご確認いただけます。ヤンキー映画の金字塔、映画クローズゼロの制作チームとナンバーワン格闘技コンテンツブレイキングダウンが全面タッグ。日本最高峰の制作陣、監督三池崇史、脚本木林慎、ブレイキングダウン COO 溝口裕二、この最強のチームが集結し、前代未聞のスケールで描かれる物語。夜明けフィルムプレゼンツ、ブルーファイト、青き若者たちのブレイキングダウン、今年秋に公開決定。主演キャストは応募総数2000人、日本映画史上最大規模のオーディションにて決定。子供に家庭を、一日も早く一人でも多くの子供たちの命と人生を支えたい。ブレイキングダウンは日本子ども支援協会の里親啓発活動を支援しています。ブレイキングダウンの会場で集められた寄付金は、日本子ども支援協会を通じて全国の里親支援に役立てられます。ブレイキングダウン13はシルク・ザ・リッチのほか、剣獄、ヒーローズ・ユニバーシティ、オニマル・ホーム、ギョーギョーギョー、ポスティング・ホールディングス、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。